なんですかこれは。ビッグサンダー。ビッグサンダー好きなんですよ。やっぱピンク好きなんですよね。飛んだら頭打ちますね。今日はちょっとあの駄菓子屋さんに来ました。懐かしの なんか遠足の頃とかよく買ったやつとか。ビッグサンダー好きなんですか。なんかね、遠足に行く気分でちょっと。もうなんかちっちゃい小物とかを。やっぱピンク好きなんですね。そうですね、ピンク。そうですね、ピンク。これもまあ、ああ、鬼滅のキャラクター。うん、なんかもう、うん、そう。鬼滅のキャラクター。なんかな。あれじゃあ楽しいですか。
もうほとんどピンクじゃないですか。そうですね。どうしよっかな。こっち側にもピンクありますよ。あ、計算してなかったですか。計算してない。まあまあいいですよ、もう。なんか思ったやつは。お、大丈夫ですか。あ、はい。あ、じゃあそれでお会計します。あれちゃんお疲れ様でした。どうですかこういう駄菓子屋さん。まあありますね。あ、でもこういうのはどうですか、こういう。いいと思いますか。この店員さんとかも電卓とかそういうなしに頭の中で計算してましたよ。もうなんか計算っていうか頭の中です。すごい、ね、値段も全部多分ね分かってるっていうかね。ありがとうございます、あれちゃん。また行きましょう。はい、ありがとうございました。このチャンネルがいいと思います。